こんにちは。こんにちは。株式会社ハーモニーの YouTube チャンネルでございます。今日はですね、前回のですね、ポーランディックさんの、イキミ社長がですね、三重に来ていただいて、ハウスメーカーと工務店のどっちがいいのみたいな対談をしたんですけど、そのシリーズの続きということで、はい、で、その時にちょっと言わさせてもらったのが、ハウスメーカーより工務店の方がいいって僕、まあ、いろんなその科学的なことから、ね、はい、ちょっと考えて、工務店の方がいいですよっていう話をさせてもらったんですけど、はい、服部さんはその意見に賛成でいいですか？ちょっと待ってください。服部さんの紹介を、ちょっとさせて。そこですよね。そうですよね。株式会社エンクラムの代表取締役の服部浩一さんなんですけど、エンクラムさんってどんな会社かっていうと、ホームチェーンさんっていろんないいとこがあって、そのノウハウを、自分の会社にまとめてアウトプットする。で、こう、ノウハウを提供する。というような感じでいいですかね。そうですね、ありがとうございます。はい、で、エイクランプさんはコムテージさんのいい選び方というのをですね、ちょっと対談してもらうんですけど、なんで僕選んだかというと、僕の知り合いの中では、コムテージさんを見てきた数って多分一番じゃないかなと思ってるんですけど。そうですね。数千。4000、5000弱ぐらいかな。4000の5000のコムテージを見てきたというところで、前回の数値で言うと、ハウスメーカーとコムテージはコムテージの方がいいよ。うん、価格も含めて。うん、じゃあそのいい工務店をどうやって選ぶのがいいのみたいな、はい、今日はちょっとテーマで、はい、ちょっとお話したいと思うんですけど、はい、おせっさんになろうとする、まあ、Nユーザーさんが家建てるときにどの工務店選べばいいかっていう話ですね。そうそうそう。でハウスメーカーと工務店やっぱり工務店の方がいいと思うんですけど、間違いない。中にはやっぱり、うん、その施工が雑やったりとか、はい、会社の資産状況が良くないとか、はい、いろんな工務店もないけど、でいい工務店の選び方って聞いたときに、じゃあ悪い工務店なんだろうって考えた。まず一つは、やっぱり倒産するリスクがハウスメーカーにあった時に多い、はい、だからまずここをお客様は見極めてほしいなと思うんですよね。じゃあどうやって見極めるのかっていうところなんですけど、要は決算書を見せても言えない。言えないですね、なかなかね。なかなか言えないので、うん、はい、会社の資産状況まで分からないんだけれども、前回も言ったけど、一つのポイントっていうのは、完全保証がどうなのか、保護店が潰れてるリスクって、はい、家がもしかしたら、立たないんじゃないかとか、うんうん、途中の段階で倒産して、そのまま放ってかれるんじゃないかというリスクがあるので、はい、まずその決算書を見せとは言わないまででも、保証がしっかりやってるかどうかっていうのは、その目の前の営業マンに聞いてもらっていいかなと。そうですね。今はいろんな保証がありますからね、そこにしっかり対応されてるかどうかっていうのをきちっと見極めるポイントにもなります。で、前回見てると完全保証って、はい、いわゆるまあいろいろあるじゃないですか。あります、あります。で、役務、うん、駅務って、役人の役に、はい、勤めるとかに駅務保証って書いてあるんですけど、はいはい、これは会社が潰れようが何しようがきちんと引き渡しますという保証なんで、何が何でも、そう、何が何でもっていうやつだから、その駅務保証っていうのがいいんじゃないかなと、うん、思います。こういうコムで選んでくださいねみたいな、まあ自分も家を建ててるわけじゃないですか、うん、はいはい、そうですね。自宅工務店って俗に呼ばれるところでいくと、これ語弊があったら申し訳ないんですけど、リフォーム業者さんと違って意外と新築の業者さんで悪い業者さんってあんまりいないんですよね。あ、なるほど。見て非なるもので、リフォーム会社さんが新築に参入されるケースが非常に多いんですけど、やっぱり新築メインでやってる会社さんで、まあ、お客さん騙してみたいなところがあんまりなくて、傾向でいうとその分譲とか建て売りとか、あ、なるほどなるほど、そういう、確かにそうか、転がしていこうっていう会社さんは、まあ、新築でもなんかこの悪い業者さんっていう、まあ、途中飛んじゃうとかいうのはあるんですけど、意外とその地元で皆さんが見つけていただくような地場工務店って、大なり小なりとかその年間の頭数は別としても、地元の工事ちょこちょこ受けてたりして生き残ってたりしてて、意外とね、そのお客さん騙すような会社さんあんまりないっすよね。一番お得に建てるのには、もう本当に代々続く大工さんのちっちゃい工務店さんで、利益度外視というか、利益取らなくてもいいよぐらいでやってる、ちっちゃい3人とか5人でやってる工務店さんあるじゃないですか。そこで建てるのがボリューム的には一番いいのかもしれないですけど、ただそうなるとデザインとか、あ、そうやね、そう、さっき言った保証とか、ただ住むだけの家だったら一番設備は豪華になるかもしれないけど、やっぱり暮らし方とか間取りとかデザインっていうのがすごく大事になるんで、そういった意味では、まあ、地元でも、まあ、今どきな感じな失礼をちゃんとしてて、それこそ山本社長の会社みたいにちゃんと若いスタッフもいて、で今どきのお施設さんの家を建ててるところをちゃんと見極めた方がいいかなと思いますよね。そうですね、先ほど言ったみたいに代々続く代々続く腕はいいけど、やっぱりデザインがたりとかあるし、いい工務店の見極め方の一つは、いい職員を確保してるかっていうのは非常に大事なところであって、先ほどは服部さんが言ったみたいに、デザインとか
内装インテリアとかね、間取りとかっていうのはやっぱりその設計士によしだし、で工務店で結構自由度が高いんで、発明が高いんで自由な家を作れるんですよね。でもそれをお客さん自体が図面を持ってきてっていうのは稀なケースで、やっぱりこちらからこうお客さんの要望を聞いてその図面に落としていくんやけど、それは設計士のセンスというか、キャリアというか、やけど、その後作るのは僕らじゃなくて職人さんやって、そのいい職人さんがおるかっていう見極めは大事かなと思います。さっき言ってみたいに。デザインも良くて職人もいい。まあデザインはそれこそね、見てもらったら分かると思うんですけど、職人に関しては、もうとにかく契約前に現場を見ていただくということですね。で、その営業マンに案内してもらって、で気になったことは、もう現場でこれ何なんですか、これどういう構造なんですか、ダメってどんなの使ってるんですかっていうのをですね、こうじゃんじゃん聞いて、もうこれはもはやお客様側の仕事やと思ってて、営業マンの仕事じゃないと思うんですよ。それはやっぱり責任を持ってお客様から聞いて自分で納得してもらう、これがなんかこう工務店側ばっかりの話の気がするんやけど、やっぱりお客さん側もいい工務店を選ぶ義務があるというか、なるほど、うん、確かに、うん、それが本当にいい工務店に出会えるなんか術なんじゃないかな、うんそうですね、はい、やっぱりその今情報がものすごく簡単に手に入るようになったし、その量が膨大になっているので、お客さんサイドにもその責任というか、うんうん、その行動力っていうのは確かに必要かなと思いますね、うん、はい、いいコンテンツ選び方というテーマで難しいね、うん、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、次回はですねちょっともっと具体的なところ、コンテンツの営業マンに出会った時にどんな話を聞いて、はい、どういうところで納得をしていけばいいのかというのをですね、うん、ちょっとこれシリーズですね、うん、ちょっとやっていきたいと思いますので、これだけは聞いておけってやつ、ね、そうね、いいですね、じゃあこれだけは聞いておけをですね、ちょっと次回やるので、うん、ぜひですね皆さん視聴してください。でですね、見終わったらですねちょっとお手数なんですが、チャンネル登録とせーのいいねボタンを、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた次回楽しみにしてください。ありがとうございます。